プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その一週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。はい、今ちょうどね、お昼じゃないか、お昼じゃないよ、夕方に近いんやけど、うちのねお昼を食べたいと思います。これはね、ね、越後魚沼、新潟県のお蕎麦なんですかね、へぎ蕎麦。これまたね、ある方からいただいてありがたいですね。これを我々の今日のお昼ご飯にしたいと思います。これなんなんやな、ふのりそばって書いてあるで。あ、ちょっと見に来た。あんたいつも見に来るな。どんなもんや言うてな。見に来るん。これはなんなんやな、そば粉、小麦粉、あ、海苔が、ふのりが練り込まれてるんかな。美味しそう。これを食べてみたいと思います。おつゆもついています。やばい、昨日絵の具触ったからめっちゃ爪がすごい汚れてる。だしもついてるので、これザルかな、かけつゆ、どうすんやろ、ザルそばなんかな、これ、うん、ザルつゆとかけつゆってなんや。かけつゆって何、普通にそば。ザルはあれやろ、揚げてこれにつけて食べるやつやろ。かけつゆっていうのは普通にお蕎麦としてやったらいいかな。じゃあ食べてみたいと思います。はい、完成しました。これね、かけそばというタイプで、あったかいつゆがかかっております。ちょっと具が多すぎました。いただきたいと思います。ひょちママはもう食べています。はい、ではいただきたいと思います。美味しそう。ちょっと固めに茹でてあるんですよね。いただきます。うん、うまい。うん、なんやろ、ふのりが入ってるからか、なんかとろっとした感じもな。固めに茹でたんやけど、つるつるして美味しい。なんかこう、なんていうの、滑らかというか、めちゃめちゃ美味しいです。うん、うん、美味しいです。ちゃんと食べよう。集中して食べたい。はい、これね、ある方からまたいただいたチータンへのプレゼントでございます。これね、ほら、ちゃんと肉球まで、これ肉球気持ちいいな、これな、プニュプニュする。チータン、チュールチュールチョーチュールチュールチュールチャオチュール。すごい。チュール欲しいな。あげような。チュールチュールチャオチュール。チュールチュールチャオチュール。カツオでございます。あ、カチュオでございます。ちょっと待ちいいな。ちょっと待ち待ち。チュールチャオチュール。チュールチュールチャオチュール。チュールチュールチャオチュール。チュ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 チャオチュールチュルチュル、落ちる落ちる落ちる、チュルチュチュルチュチュルチュル、あー落ちた、あー落ちた、落ちた、ちょっとちょっとちょっと、だって取られへんねん、もう行かなくて、チュルチュチャオチュール、チュルチュチャオチュール、チュルチュチャオチュール、チュルチュラチーナー、なんちゅう美味しいのこれ。なあ、嬉しそうやわなあ。あげて。はい、チータン、チュールチュールチャオチュール。これね、歌いながらあげるとね、覚えるのでね。チャオチュール。チュールチュールチャオ。覚えてるもんな。カワウソみたいな顔になった。なんでこの耳が後ろに倒れるんでしょうな。ウィッチン、よかったな。幸せそう。なあ、ほんまに。チュールをね、本当にたくさんね、なぜか、もらうようになってね。ありがたい話ですわ、ほんまに。ウィッチン、よかったな。幸せやな。すごい。ショウ君とこ来てよかったやろ。ほんまや。ショウ君とこ来へんかったあんた。生ゴミ生活やで、あんた。足の裏カチカチの生ゴミ生活やな。
毛もベトベトや、そんなもん。なあ、うち来て粉ミルクで座ってよかったなあ。あ、毎度。ですね、この間、まだご紹介してなかったかな。レコードを聴くレコードプレイヤーを買ったんですね。でも、うちレコードが1枚もないんですよ。昔はあったんですけどね、処分してしまったんかな。で、僕自身はレコードって聞いたことないんですよね。でもなんかレコードってこう CD と違って雑音とかも入るので、アナログの使用上それがね、そういうのが良くないからって言って CD とかいろいろ光学ディスクが普及したと思うんですけど、最近になったらね、あの雑音が入ってるのがいいんやと。ノイズもこのなんていうかな、歌とかそういうのの優しさにこう貢献してたんじゃないかっていうね、見方も普及してきて、割と最近もまたレコードね流行り出してきてるんですよね。なあ、レコード聞いたことある、ちーたん。ほんまかいな。昭和猫やな、あんた。昭和レトロ猫やんか。で、なんとしても僕もレコード聞きたいと。で、僕、オフコースが大好きなんですね。何回かやったことあるかもしれませんけどね。僕が中学生の時かな、不登校でずっと引きこもりやった時に、ウォークマンですよ、当時。カセットウォークマンで、オフコースのね、アルバムが入った。カセットを聴きながら川沿いのね散歩道を散歩して、あー僕どうなってしまうやろうとか、やっぱ変なんかなとかね、いろいろ悩むこともあったんですけど、いろいろ救われてきたんですね、そのオフコースの歌に。で、そのオフコースのレコードを絶対聴きたいというのがずっと前からあったんですね。だからこの間、そのレコードプレイヤーを買ったので、ネットショップでレコードを買ったんですよ。中古品ですけどね。僕の好きな名盤と言われてるね、ワインの匂いっていう、これね、僕は CD で何回も聴いてたんですけど、レコードでは初めてなので。でね、今見たらね、そのレコード配達中になってたので、もう届くと思うんですよね。ちょっとその楽しみですね。あとちょっとで届いて聴けると思うから、その聴くところも動画に収めたいと思います。楽しみ。はい、来ました、念願のレコード。嬉しいな。これのね、 CD バージョンを僕はずっと聴いてたんですよね。ワインの匂い、まだオフコースが2人やった時のね、アルバムですね。小田さん若い、安さんも若い。チータも聞く？チータも聞こうか。チータもレコード始めて。レコードちょっと怖いな。チーピーあるさしそうやな。くるくるするけどあかんで、ちょいちょいしたら。チータくるくるするけどちょいちょいしたらあかんのよ。な。はい。で、これはお目当てやったんですけど、これね、こんなんもついてるセットやったら安かったですね。1000円ぐらいでこの3枚ゲットしました。これはあんま知らんな。ああ、すげえ。武田の子守唄とか入ってる。うわあ、水曜日の午後も好きやな。これ、ね、鈴木康弘さんとのね、コーラスが美しいんですよ。昔のオフコースの歌はね。ああ、これも良さそうやな。楽しみ。はい。で、これが、レコードを再生するプレイヤーでございます。これね、CD とかカセットも再生できるやつで、わ、すごい、埃が舞ってる。叩きかけたからな、今。で、これを、レコードに合わせて、で、これをオンにして、これをですね。あ、危ねえ。僕、レコードのかけ方を知らんのやけど、これを外しとくんやな。これ外しといて、回転数やね。これを33に合わせます。これでいいんかな？あ、ちょ、待て待て。ちょ。まずちょっとレコードを出してですね。このようにセットして、これあれか、自動で針が、いかへんやつなのかな。自分で落とさなあかんのか。難しい。これ、のこれ、落として。いけた？いや、緊張します。ん？いけてる？これ。あ！来た来た来た！うわぁ！いいね！うわぁ！これ雨の音やね。うわぁ。ええやん。うわぁ。わぁ、いい。いいね。いやぁ、もうこの歌好きやわ。もう青春なんですよ、僕の。うわぁ、いいな。だけどあなたは、一人争うには、あなたが似合う時は遡る。うわぁ、めっちゃええ。
ごってええやん。泣きそうになる。なんか知らんけど。なんかね、やっぱりね、雑音みたいなの入ってますよね、 CD よりはね。これがいいんやな、またなんかこのプツプツプツっていうのがね。そうか、この筋に合わせてこう曲が曲順になってるから、今の CD のねあれみたいにブチって次の曲に飛べないんですよね。でもこれがいいんですよね。いや、これからレコードを楽しみたいと思います。嬉しい。あかんよ、チーターあかん。うわー、ええわー。若干ね、回転数がね、若干これ回転数遅い気するわ。ちょっとスローペースになってるな。これはベルトがちょっと伸びてるんかな、もしかしたら。ちょっと遅いもんな、耳いつも聞き慣れてる歌とこうちょっと遅い気する。はい、治りましたね。いやー、いいですね、ええ感じや。いいですね、ええわー。いやー、ええな。愛もよみがえるわ、それは。忘れかけてたやつが。あ、どうもどうも。お腹空いたんですよ、僕。お昼ご飯食べ損ねまして、今もう4時半なんですけど、夕方の。もうちょっと夜あってね、やっと今出かけてこれたので、ご飯を買ってきたんですね。麻婆丼ぶり、最近食べてないなと思って、帰ってきてみたら、はい、これですね、麻婆丼ぶり。なんかえらい薄いなと思ったんやけどさ、これ丼ぶりちゃうねん。四川風麻婆豆腐。なんか知らんけど丼やと僕勘違いしててさ、これは理由の一つとしてね、ちょっと高くない？これ332円。麻婆豆腐だけで332円すると思わんかったから、どう無理なんやろうと思ったらさ、これ違うねん。ご飯あれへんねん、これ。腹立つわ、腹減ってんのに。まあ、一応ね、うちには冷凍ご飯があるので、それで乗せたいと思うけどさ、高ない？ちょっと。250円ぐらいでよくない？普通の麻婆豆腐なんやったら。痺れてうまいやれへんねん。腹立つわ。ちょうちママがね、あれ？ご飯ないでって言って。どんぶりちゃうで、これ。あらった。じゃじゃーん。ミニストップ限定、飲む、なめらかプリンパフェ。美味しそうじゃないですか、これ。僕ね、プリン味の飲み物好きなんですよね。昔さ、カンカンでさ、ふって飲むやつなかった。あれが好きでな。振り方によって。そう。ちょっと固めにしとくのが好きやね。あんまフランとな。ちょっとこれ飲んでみたいと思います。ちょうちんママが買ってきてくれました。美味しそうな顔してるわ。ストローも太いやつやね、これ。フランでええの、ほんま。はい、ではいただきたいと思います。太いですね。うん、うまい。うん、あ、確かにプリンパフェっていう感じだな、プリンというよりは。うん、美味しい美味しい。うん、うん、ほんまや。カラメルの味もしてる。甘さもちょうどええんちゃう。ちょっと最初甘いかなと思ったんやけど、美味しい美味しい。ミニストップね、あんまなんかミニストップあんまないってよく言われるねんけど、ライブとかしてると。もしミニストップある方は飲んでみてくださいね。美味しいわ。はい、これはこの間の休日動画やったかな。中国国画顔料チューブ絵の具でしたけど、これがねあまりにもベタベタで、いつも使うときに難儀してたから、これ提灯ママが買ってくれた、アリエクで買ってくれた、なんて言ったんやろ、この透明水彩パレット、パレットでもないや、なんて言うんやろ、分けておくやつ、製氷機みたいなやつね。これに入れて固めたと思うんですが、1週間経ちましたね。傾けてみます。どうですか、ほら完全に固まってますよね。でもこれね、わかるかな、柔らかいです、ほら、わかるかな、ええ感じに固まってます。これまた水で溶かして塗ったら普通の絵の具として使えるんじゃないかなと僕は踏んでおります。ただなんかね、色によってね、ほら緩くて、この黒、一番右の黒ちょっと垂れてきてるの分かります？他のやつは結構カチカチになってんねんけど、この黒だけね固まらへんのね。なんか顔料によって違うかもしれないです。だからこの隣の赤がすごい黒まみれになってると思うんですけど、これね、一回固まったと思ってこう傾けたら、黒だけ固まってなくて、ここに入ってしまってね、こんなことになってしまいました。黒いところだけ除去して
使わんとあかんなと思うんですけど、まあ、こんな感じで一応固まったので、もう自己責任ですけどね、チューブやりにくい人はこうやって固めてみるのもいいんじゃないかなと。今度またこれでね、水墨画のライブの時にこれ使えるかどうかやってみたいと思いますので、また見てくださいね。いい感じに固まった。最近またレコードという媒体にね、注目がまた集まってるらしいですね。なんかどうなんでしょう、ショーチママからしたらね、僕って息子なんですけど、僕の青春がね、ショーチママよりちょっと上の世代の方たちが聴いてた青春っていう、どんな感じなのね、それね、おかしいよね。